クリッテンデン軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5万902人であり、2000年の5万866人から0.1%増加した。軍庁所在地はマリオン市であり、同軍で人口最大の都市はウェストメンフィス市である。クリッテンデン軍は1825年10月22日に、 州内12番目の軍として設立され、軍名はアーカンソー巡州の初代州、ストム長官、ロバート・クリッテンデンにちなんで名付けられた。クリッテンデン軍はテネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州にまたがるメンフィス大都市圏に属している。テレビラジオの電波はメンフィスから来ているが、リトルロックの放送はケービルテレビで視聴できる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は636.69平方マイルであり、このうち陸地610.17平方マイル、水域は26.52平方マイルで、水域率は4.17%である。軍内には、ウェストメンフィス市民空港があり、管制島と着陸誘導装置のある、一般用途空港である。テネシー州メンフィス中心街の北には、 民間のジェネラルデビットスペイン空港がある。メンフィス国際空港も近くにあり、多くの航空会社の商業便が利用できるほか、フェデックスの国際貨物のハブになっている。ユニオンパシフィック鉄道がマリオンの西で広さ600エーカー、2.4平方キロメートルのインターモーダル施設を運営している。マリオンでは BNSF 鉄道も操車場を運営している。 アムトラックの旅客列車は近くのメンフィスにあるメンフィス中央駅から利用できる。シティオブニューオーリンズ列車は毎日に往復シカゴとニューオーリンズの間で運行している。クリッテンデン群とウェストメンフィス市が共同でミシシッピ側の港を運営している。ミシシッピ側の対岸にはメンフィス国際港があり、週間高速道路55号線でアクセスできる。メンフィス国際港は 国内第4位の内陸校である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内ウェストメンフィスにはミッドサウスコミュニティカレッジがある。このカレッジはアーカンソー州立大学、アーカンソー大学、アーカンソー中央大学、アーカンソー工科大学、及びフランクリン大学との協業で学士号、修士号まで取得できるコースがある。 テネシー州メンフィスに近いことで、夏季の高等教育機関も利用できる。ウェストメンフィスには152床のクリテンデン・地域病院がある。この病院は、マリオン市とウェストメンフィス市に多くの外来委員を運営しており、また、テネシー大学士学部との協業で、小児歯科を経営している。デルタ・ヘック及び、アーカンソー大学医学部田園部医療プログラムとの共同で、 患者教育プログラムを公開している。アーカンソー州厚生省がウェストメンフィス市で委員を経営している。マリオン市とウェストメンフィス市では多くの民間委員も開業している。クリテンレン地域病院はウェブサイトで提携する医師のリストを公開している。アーカンソー州の軍はさらに軍区に小区分されている。各軍区には未編入領域と編入渦治体がある。 現代の軍区には、その維持目的が限られたものになっている。アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに人口を集計している。また、経図調査など、歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は、統計調査に基づいて扱われる。クリッテンデン群の軍区は、キリストの11区である。ありがとうございます。